じゃあこちらの表題についてだけ紹介します。まあアブストラクトです。まあ RNA のような、モデルは、まあ、膨大なパラメータを、まあ、必要として、で、まあ、特にそのメゴミ層とかはその語彙の長さに比例して、まあ、サイズが大きくなるみたいなので、まあ結構その大部分のパラ、なんか変な人が入ってますけど、まあ大部分のパラメーターが、まあそこに集中していて、でそのまあこの論文 RNN の、まあベイジアムを使って、まあスパース化、まあベイジアンニューラルネットワークのようなものを使ってスパース化したっていうものです。でまあまたその不要な単語っていうものを、まあ削除するっていうことをすることによって、まあ RNN をよりそのまあ圧縮っていうのは、まあパラメータ数を減らす、まあここでいうパラメータっていうのは重みのことなんですけど、それを減らして、まあ、例えば分類とかには、まあ、いらない単語があるよねみたいなことで、まあ、単語の選択について、まあ、議論したというものです。で、まあ、先行研究だと、そのスパース、まあ、変分ドロップアウトみたいなのがあって、まあ、変分ベイズ法のようなものを使って、まあ、あのドロップさせるというか、そういう損失関数を考えてあげるみたいなものがあって、でそれが RNA には適用されてなくて、でこれも、まあ、単純に適用すればいいというわけじゃないので、まあ、筆者が今提案しています。 で自然言語処理のタスクでやっぱりその最初のそう見込み層っていうものが結構重要になっていて、そこの重みが、まあ、集中しています。で、まあそのまあ、さっきも言ったんですけど、一部のタスクではその、分類とかそういうのでは、まあ、これはぶっちゃけいらんやろみたいな単語があるので、まあ、そこをその最初の層で、まあ、フィルタリングしてあげる必要があるっていう、筆者が述べていて、まあ、本論文でそのスパース VT っていうものを RNA に適用して、で、まあ、単語に重みをかけたりして、まあ、語彙のスパース化をさせたってものになっていて、でスパース VD が、まあ、その大幅な品質の低下は、起こさないで、まあ、大きなスパースで結構その重みを減らすことができるみたいなことを示しています。で、まあ、語彙のスパース化では、まあ、まあ、これ結論みたいなものなんですけど、まあ、分類のタスクでは、まあ、結構圧縮率を高めるけど、言語モデルでは結構その、まあ、やっぱり単語とか、そういうのが、重要になって、下手に落とせないみたいなのがあって、まあ、役に立たないってことが分かったっていう論文になっています。で、まあ、先行研究だと、まあ、今回その理論は RNA でやるんですけど、実験自体は LSTM でやります。で、まあ、その各ニューロンに対応するグループ、まあ、このグループっていうのを一文読んでてよく分からなかったんですけど、多分これ層のことで、まあ、層ごとにいろいろ重みをこう取り除いてあげたりとか、そういったことをまあ提案していて、で、まあ、今回ベイジャンニューラルネットワークっていうことで、まあ、重みをそのランダムな、まず最初、まあ、積分布なんですけど、まあ、そこから、まあ、ランダムな変数として事前分布ってものを作って、でそこからトレーニングでどんどんその分布を変えてあげるってことになっています。で、まあ、ベイジャンスパース化っていうのはそのプルーニングの手法と比較して、そのプルーニングの手法だと、まあまあ、パッと読んだ感じ、その式位置とかでその、まあ、その取ったりするんですけども、それをどういう割合でとか、どういうその、時間的な変化、そのに応じてどういうタイミングで減らすかとか、そういうことを考えると、ベイジャンスのこのスパース化っていうのはハイパーパラメータの数が少なくて、まあ、スパース性が、まあ、高いっていうことで、まあ、今回は RNA の特徴を考慮して、まあ、スパース VD ってものを適用させてみましたと思うんです。で、まあ、RNA についてってことなんですけども、この XT というかその入力のその一つ、ちょっとその単語みたいなもので、でそれをこう最初はエンビディング層にかけてあげると、まあ、この X チルダーみたいな風になって、で、まあ、その、まあ、ディカレントっていうことで、まあ、隠れ層は、まあ、その前のその時系列の隠れその情報に、まあ、重みをかけていて、その今考えてその時系列の X に、まあ、重みをかけていて、バイアスコを足して、でそれを活性化関数にかけてみたいな感じになって、まあ、最終的には、ソフトマックスで待ってるみたいな感じのものです。でここでじゃあそのスパース、VD、まあ、VD を、まあ、RNA に適用させるにあたっていくつかこう過程があって、まずその重みのその6のそう取ったもの、要するにまあどうでした、その
オーダーとしてはそこまで大きくそう確率分布としては、こう極端なものになっていないだろうという一つの仮定を置いて、まあ、コンスタントっておくと、まあ、こういうふうな、まあ、確率が、まあ、表せるらしくて、で今回はその、まあ、変分面積法なんでその因数分解ですね、あの平均分岐値というか因数 の, その確率の積にできると仮定して、まあ、こういうものを置いてあげて、で自己分布も今回は、まあ、確率で表すの積で表せるとするんですけども、さらにそこに、まあ、積分布の、積で、まあ、いけるんじゃないのかっていうのを置いてあげます。で、まあ、でそうするとその、まあ、損失関数はその、事前分布と自己分布の、まあ、カルパックライブラ情報量を、まあ、最小化するみたいな、話になってきて、まあ、パラメータは C、このシータっていうのがその、まあ、積分布の、そうですね、中央と、まあ、分散等でバイアスとっていうものについて、まあ、最小化させてあげるってことで、まあ、具体的にそれをこう展開するとこういうふうになるらしくて、で先行研究からこの、第2項目のカルパックライブラー情報量っていうものは、こういうふうに、シータと、シグマの比のその関数になっています。はい、でその第1項目なんですけど、第1項目のその積分を計算するにあたって、パラメトライゼーショントリックみたいなのを使って、まあ、これはその VAE とかでよくあるやつなんですけど、こう重みそのままその分布に仮定してあげるんじゃなくて、このシータと、シグマにそのイプシロンっていう、まあ、ノイズを足したようなものを使って、あれしてあげると、まあ、細かいこう理論を飛ばして結論だけ言うと、こういう風にすると、まあ、積分が計算できるっていう感じになっています。ただその例えば VAE だとその一つしかその一つ の, そのエンドトゥエンドのモデルに、こういうのは ないんですけど、今回は重み全部に対してこういうのを考えてあげるってなって、今それをじゃあその、まあ、ノイズをどのタイミング間違ってこのノイズをどのタイミングで入れるか、まあ、サンプリングするかっていうのが問題になってきて、でその RNA じゃなかったら、その出力そのニューロンがその出力するときに、まあ、その重みにそのノイズを加えたあのイプシロンサンプリングしてあげるっていう、まあ、ローカルディプレイ、まあ、パラメトライゼーショントリックってものを、用いてるんですけども、今回 RN を使うとそれができなくて、この過去列を WH っていうのがこう再帰的に次の時系列の方にかかってくるっていうことで、その層ごとにを出力してからその層の重みを変えるっていうのでは、今回ちょっとあるんでは、まあ、先行研究だとちょっと良くなったりしてるんですけど、まあ、厳密にはその、まあ、使えないはずだろうと筆者らは主張していて、で、まあ、そのディパラ、そのローカルじゃなくて、普通の上の式を用いて、でそのつまりじゃあどうするのかっていうと、そのミニバッチでやるんですけど、一番最初そのバッチ入れるときに、まあ、全ての重みをだけサンプリングしとくっていうのをして、でその後普通にアドレナに突っ込んであげるっていうふうにします。で、まあ、その後、まあ、最終的に勾配をこの、まあ、パラメーターで、計算して、まあ、更新してあげると。で、まあ、そのイクエーションにっていうのがこれなんですけど、これグラフを書くと、なんですかね、対数とは違うんですけど、まあ、こう単調数増加とも違うんですけど、まあ、まあ、右上がりっぽいようなグラフになっていて、まあ、この値が、シータとシグマの比が小さいければ小さいほどいい、要するに損失、最小化になるというわけで、そのシータが大きいものと分散が小さいものがこう残るような、まあ、気持ちが入っていて、逆に言えばシータが小さい、要するにこの重みがほぼないようなところとか、あるいは分散として不安定なところは、まあ、シータとあの比率を見てですね、不安定なところは、削除する、そういった重みはなくすっていうので、まあ、スパース化されるっていうものになっています。はい、で、まあ、今のがそう、まあ、そういった、
スパース VD を、まあ、アデに適用させているので、今度はその一番最初の埋め込み層に、まあ、どのようにそこのさっきフィルタリングって言ったんですけど、それをするかっていうことなんですけども、まあそのまあこれはそのグループ、まあ、いわゆる層ごとにスパースが拡張できてさ、最初のその入力のマンホットベクトルに、まあ、確率の重みこの Z っていうものをその単語の入力する単語の次元数だけこう用意しといて、の長さのベクトルを用意しといて、でこれも重み同様のふうにそのこの Z の値っていうものは、求めていきます。でそれをその入力するミニパッチごとに入力するためにスをかけていって、その入力にフィータリングをかける。で、まあ、最終的にその Z の要素っていうものが、トレーニングし終わった時に、このシータと、シグマの比率をが、まあ、ある一定以上だったらじゃあいらないんじゃないのって、ほとんどこう、その積分布的にこういらんよねみたいなものを、まあ、削除して、でそのこれに対応する単語を、まあ、実際テストの時に使用せずに、まあ、重みの行列としてもその該当するものは、削除するというものになっています。はい。で、まあ、あとは、まあまあ、実験なんで、まあ、今回はテキスト分類と、言語モデリングを助けて、2次分類と4クラス分類でお互いに語彙数を、まあ、揃えたものを、揃います。で、まあ、言語モデルでは、まあアドコーパスのを文字レベルと単語レベルでこう予測するっていうものをやっていて、まあ、実験設定は今回詳細は説明したいんですけども、まあ、論文見れば分かるって感じです。で、まあ、とりあえず実験やってみたってなると、まあ、このコンプレッションっていうのが、まあ、その重さがまあどんだけこうオリジナルと比べて変わったかみたいなもので、まあ、結構その、まあ、変わっています。でそれに比べてそのアキュラシーっていうものは、まあ、そんなに、まあ、下がっていないみたいなのがこの実験から分かって、で、まあ、重みが削除された分だけこうニューロンの数とかもが、まあ、減っていったりもするみたいな感じになっていて、でそのボキャブラリーのサイズもこう、減っていく感じになっていて、まあ、品質を大幅に落とすことなく圧縮の技術を高めたっていうのと、やっぱりその分類に関しては重要な単語だけ読めば良いってことが、まあ、このやっぱりその特にスパース VD ボキャブラリーっていうのが、あ、そのメソッド説明オリジナルっていうのがベースラインで、スパース VD っていうのが、最初に語彙のフィルタリング、埋め込み層のフィルタリングをしないもので、ボキャブラリーがフィルタリングを語彙のフィルタリングをしているもので、でその分類に重要な単語だけ読めばいいってことが分かって、で今回日分類の、エンベディングした単語っていうものをこうスコア見てみると、綺麗にこうなんていうんですかね、まあ、よく出そうな、単語だけがこう残って、しかもそれがこう綺麗にこう日分類一応してるみたいな感じになっているってことが分かっています。で言語モデルの方なんですけども、こちらは例えば文字とかはそのほとんどボキャブラリーサイズっていうのが変わってないですけども、これはまあ文字っていうのはその語彙数がそもそも少なくて、全部重要だからまあほとんど減らない。で単語の方もこう減らそうと思えば減るんですけど、そうするとボキャブラリーにフィルタリングをかける前の方が、スコア的にはこれ小さい方がいいんですけども、まあ、やっぱり真ん中が一番いいみたいな感じになっていて、まあ、圧縮に関しても、まあ、真ん中が良かったりするって感じで、そのニューロンの数もそんな感じになっていて、まあ、やっぱりその、まあ、言語モデルにおいてはやっぱりそのスパース化しない方が、特に語彙数ですね、語彙数はやっぱりスパース化しない方が、まあ、精度が高い。やっぱりその次の単語を当てるとかいうものに関してはやっぱりその安易にこう一概に必要な単語が絶対あるとか、絶対これはいらないとか、そういうもの問題にはならないってことが分かりました。
で、まあ、コンクルージョンです。まあ、まあ、スパース VD ってものを RNA に適応して、まあ、その重みのシータと、まあ、シグマの比が、まあ、一定以下のものを削除することで、まあ、比率を落とさずにスパース化 しました。で、この、まあ、分類タスクでは、まあ、かなりいい感じに圧縮できたんですけども、まあ、言語モデルのタスクでは、まあ、まあ、単語に限らず文字もなんですけど、まあ、ほとんどが重要であって、いや語彙のスパース化っていうものはタスクを困難にモデルにとってタスクを困難にして品質の低下に、まあ、つながりうるってことが分かりました。以上で発表終わりにしたいと思います。